ま、はぐれのセイバー、浅草で出会うとは珍しい。それが素顔か。年俸は取らぬとばかり。あれをつけている時の俺は荒事のことばかり考えているからな。恩人に対して礼を失しかねん。そんな風にいつか言われたことがある。ふむふむ、顔が見えるとなんだか印象が変わるな。今日は改めて謝意を伝えに来た。教頭を訳したにもかかわらず刃を向けた。あいすまぬ。律儀なやつめ。気にせずとも構わない。貴殿も望んで刃を向けたわけではあるまい。ならばせめて礼をさせてもらいたい。恩義には礼をもって答えねばだ。故に我が奥義を貴殿に授けよう。それは願ってもない話だが、伝授すると言ってもどのように。無論剣で語るのみ。お、戦いの中で盗み取れというわけだな。面白いな。なるほど、あい、わかった。貴殿の技、この目でしかと見よう。では我が名は木曽次郎源義仲、いざ参る。では解く構えよ。ここで今すぐにか。言いがいなきざれ言よ。轟で待つ。ジョークか。君のは分かりにくいな。来たか。ああ、待たせてすまなかった。朝日将軍木曽義仲、貴殿と戦えること光栄に思う。我が太刀、すなわち我が信念、我が生涯、前例をもって受け取るがよい、若き武者らよ。おう、力を尽くしその思いを受け止めよう。では参る。覚悟。そこめ平らかなる脳に澄み渡る天の如くさながら武者か。あれば見極めさせてもらおう。実に実に良き立ち筋であった。貴殿の剣しかと見た。ご教示痛み入る。はぐれの、いや義仲殿。わずかながら懐かしき日々を見た。金平、金光、共柄と共に脳をかけた日々を。巴がいれば加わりたいと悔しがったろうか。いや、笑ったろうな。我が太刀を受け切った貴殿の武者ぶり、実に見事だったぞ。柔らかに微笑むのだな、朝日将軍。伝えるべきは伝えた。我が技、すでに貴殿のものだ。おう、ありがたく使わせてもらう。こたびの立ち合い、
きっと忘れまい。さらば私は行く。未だ果たすべき使命が残っているゆえ。幾多の戦場をかけた。カバネの山を越えた先に穏やかな世があると信じて。いな。俺が真に求めていたのはただ彼女と共に静かに生きて行ける明日であった。ゆえにこそ彼女なき当世にかけるべき願いはなく、他者を除いて満たすべき欲もない。ともえともえ、お前さえいたならば。いや、俺はただ使命に準ずるのみ。衆生を貪る悪鬼を断つ。鬼が闇を呼ぶならば朝日の将軍が立たねばなるまいよ。